はない。この局面、いかに守りが優れていようと、攻めがなってなければ勝ちは得られぬ。その守りもやがて力尽き崩れる。第11宇宙の勝利は時間の問題ですませ。確かに不完全な身勝手の極意など、敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。寝ぼけたことを抜かしやがる。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということ。それを無視して勝敗を決めつけるとは、神ともあろうものが早計も甚だしいぜ。何が言いたいのです？まさかこの状況から奴が極意を極め、次元を超えると？ありえん。それこそ寝言だ。なぜそう言い切れる？この力の大会、そのわずかな時間の中、幾度となく限界をぶち破る俺たちサイヤ人の姿。貴様らも見てきたはずだ。ジュネ、もう終わらせるのだ。今すぐ奴を孫悟空を落とせ。カカロット、俺は俺の誇りも約束も全て貴様に託したのだ。負けることなど絶対に許さん。神の領域など踏み越えろ。そしてジレンを倒せ、カカロット。